はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は7月11日木曜日、時刻の方は1時58分です。ぐへへ。はい、そんなわけでね、寝ようと思ったんだけど、またね、この動画作ってこないと眠れないっていうのがね、今見ちゃったのでね、この動画を作ってから寝ようと思います。はい、こちらの情報でございます。ダーン。はい、大野さんですね、ありがとうございます。アイビデオからサンマリオン ZT シムナミプラン、今日の午前中に速度制限予告メールが来て、夕方から接続できなくなりました。無制限プランなのに。今月の総通信料208GB、あらら、たったそんだけで。501なんか300GB とかね、900GB とかあるのにね、なんで一番値段が高い無制限のサンマリオン ZT が 208GB で激震するんだろうね。ステータスアイコン、電波受信レベル0本、現在接続しているネットワーク名 3G、モバイルネットワーク接続不可、困った困ったってことだよね。いやー、激震か、シムナミプランね。いや、ほんとね、激震。いや、痛いね、ほんとね。まあ、アイビデオからサンマリオン ZT のシムナミプランの、速度制限予告。で、それはどうすんの？送ってくれるって？どうなんの？サンマリオン ZT だよね。もう昔のアイビデオと違うからね。サンマリオン ZT のシムのみプラン、304、これか、よいしょね。今値下げしてるんだね。ただいまね、3500円です。サンマリオン ZT のシムナミプラン。まあ、おじいが言ってたよね。シムナミは激震報告がね、過去にもあるよってね。値下げは7月の12日まで、レンタルするのはお早めにってことだよね。でもこれ使い放題で、これ無制限だよね。で、まあでもあれなんだね。やっぱシム損害紛失した場合は3000円なんだね。で、なんでモナライファーが4000円でギガトラ5000円もするんだろうね。まあ通信速度については、そうだね。まあでも使いたい放題なんだけど、まあ一応自動アップロード大容量のファイルだ、ネット通話とかね、動画の一覧は遠慮しがない。で、万が一制限が発生しても、その期間の利用料金は返金いたしませんとかね、もう交換もしてくれないんだろうね、きっとね。交換してくれんの？どうなの？ね。まあそんなわけでね、昔のアイビデオと今のアイビデオはもう違うしね、サンマリオン ZT の伝説は崩壊しています。で、僕はまだ大丈夫だよとかね、まあ、そういう報告も来るものの、サンマリオン ZT のね、シムのみはもう、真っ先に食堂制限報告、これ1人2人じゃないからね、今までね。で、ルーターも遅くなったとかね、サンマリオン ZT 自体の快適さがもう崩壊してるっていうのはね、もう明らかです。いろんな人の報告があるんでね。まあ、おじいの周りではね、光もね、アップロードがね、遅くなったとかね。まあ、アップロードが遅くなるのは特にね、配信者にとってまあ致命的なんだけどもね。いやー、ちょっとこれはね、残念な報告です。これね。まあでも、おじいとしてはね、もう一応ね、警笛鳴らしてるからね、サンマリオン ZT はもう、ね、
伝説はもう過去のお話でね、もうだいぶ前からもう崩壊してるよってことでね、なんかおかしいよとかね、おじいのところでもおかしかったし、だからね、もう借りてないでしょ、シャンマリオン自体はね。なもんでね、これはやっぱりまだ使えて引っ張れてる人は引っ張れてるんだろうけど、もうこういう事実ね、うん、こういう事実、とにかく。でもう価値がなくなってきて、安売りでどん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 出すようになってきたってね、もう表でバン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 やるようになってきた。もうそれだけ特殊なものではないし、もうこうやってネット上で報告してくれる人はほんの氷山の一角なんだよ。だからあれおかしいな、ネット情報を見てこれ借りたのにそんな言うほど使い物なんないじゃんって言って解約してる人が結構多いと思うよ。だから玉数があるからね、とにかく喋りたい、値段下げてでもキャンペーンキャンペーンってね、さようならとか言いながらね、煽って煽ってとりあえず何としてもね現金にしたいっていうね、そういうことだと思うよ。だからね、この、まあ、サーマリオン ZT の値段でね、まあこれはちょっともうないかなって思うよね。サーマリオン ZT よりもなんか501の方がね調子がいい報告最近多いしね。でサーマリオンはあんま速度が出ないんだけど、絞られてるんだけど、でもまあ安定していつもその遅いなりにもでも上下がこうない状態で使えるというのが安定性だったんだよね。で5シリーズ6シリーズっていうのはまあこういう時もあればこういう時もあるで、ここ波があるっていうね、そこの違いはあるんだけど、まあもうサンマリオン ZT の、まあ、SIM のみプランとねルーター付きプランはまあ多少違うんだけれども、でももう専用のものだしね、ちょっとがっかりだよね。まあ、サンマリオン ZT は法人用の、ねまあ、端末であって、そのサンマリオン ZT 用の SIM なわけだしね、もうここのところに違いはなくなってしまったっていうことなんだね。はい、まあ、そんなわけでね、今回の報告大野さんねありがとうございました。まあ、今回残念なんだけど、本当にねモナ Wi-Fi の300ギガプラン、月額3780円、300ギガ、ここら辺がねやっぱ硬いと思うよ、おじいは。でモナの中の方も万が一何かあってもねちゃんと対応します。でそれはモナ Wi-Fi が10月からね本当始めて、ね、で最初は無制限で出したけど、速度制限を食らった人はね、まあ、何回でもねずっと交換しててくれた実績があります。本当止まっちゃったよ、分かりました、すいませんすぐ送りますね、紙対応ですぐ来たよって、それをねずっとやってきました、ちゃんと。だから恐ろしい炎上にはなっていない、ちゃんと良心的だってことで、で月末よっぽどの月末でもう明日がないという時以外はね、ほんの数日残しただけでも送ってくれたっつってね、そんな報告視聴者様からもいただいてます。本当ね、だから今回は300はねちゃんと契約だからね使えるもんですよっていうことで、もしそれ以下だったらねちゃんと保証しますってことだからね、だからおじいは確実に使えるモナ Wi-Fi のモナ SIM ね、これをねおじいはやっぱりプッシュしたいよね。でね、こんな質問も来ていたんだよね。どこだっけな、どっかで見たんだよな、これかな、はい、SM さんだよね、裏モナ SIM300 ギガの契約を検討中です。MR05LN とアリア2、どちらがおすすめですか。また他におすすめなモバイルルーターありますか。 au iPhone8 を使っています。自宅には光があり、外出先で動画視聴を裏物で使いたいですってことなんで、まあ元気なおじいのおすすめはね、まあ、何度も言ってるようにもうバッテリーがなるべく大きなね、SIM フリーのスマホ1個買ってテザリングで使うのがね一番癖がなくていいと思ってます。
で、MR も04はダメだしね。あ、05だったら確か、いいって聞いたかな。で、アリア2は、のぞみ Wi-Fi のイメージがあったから、使い物にならないと思ったけど、それでも、アリア2でね、使えてるよっていう報告もあるんでね。やっぱ地域、場所によるともう、うん。で、おじいが思うには、やっぱりね、こういうやつで、テジャリングで使った方がいいよ。本当いやらしい、なんていうの、機種依存みたいな、そういうのがないから。こういう、例えば、弓デジのこの A3 でもいいんだよ。8000円ぐらいの。これでもいいんだよ。テジャリングで使う分には、2.4GB、5GB、両方使えるから。これね。だからね、なんていうかな、この、電波がね、何に対応、これに対応なんて、そんなので、やきもきしてるよりも、Wi-Fi でテジャリングで使った方が、そこでも安定してると思うよ。おじいが主にね。うん、なのでね、まあ、どっちも MR05LN とアリア2は、どっちも使えてる方向が来てるんで、でも MH から言うと MR05 の方がいいような気がするけどね。もしこれ見てる、皆さんね、この MR05LN とアリア2、どちらがいいかね。ちょっと知識のある方だったら、この2個だったらどっちがいいか、それかまた他のおすすめのモバイルルーターがありますかってことなんで、そのルーターね、こういうのはどうでしょうって方がいたらね、またここにコメントをいただければ幸いです。おじいもそれをねまとめるんでね、皆さんの意見をお聞かせてくださいね。はい、そのだけで今回は残念ながらiビデオサマリオン ZT の SIM ね、200ギガで撃沈報告がね、また入ってきてしまいました。伝説はどん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 崩壊していく。ね。もう、アンテナをね、もう最先端で、電波拾ってる方は、あ、もうダメだなっていうね、判断してると思うけどね。まだこれがどん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 波紋のようにね、これから半年、1年、2年かけてどん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 広がっていくんで、もう今、サンマリオン ZT の情報を昔のやつを拾って、今契約する方もいるからね。これがね。で、今まで使えていたから、これからも使えるだろう。ならないからね。これね。本当に。そういうところがね、判断の難しいところなんだけど、でもそう思いたいよね。今までいいから、これからもいいだろうってね。ところがどっこいぎちょちょなんだね。はい、そんなわけで、参考にしてください。参考になった方はね、グッドボタンを押してくれるとおじいの励みになります。さあ時間はね2時10分になりましたね。さあ今度こそ寝る情報とね、痛いんだよもうなんかね。はい、じゃあ皆さんおやすみ、またね、バイバイ。